三重県、日本のほぼ中央に位置し、南北に長く、もみじ狩り、登山、スキーもできる山岳から、風光明媚なリアス式海岸など、豊かな自然に恵まれています。また、伊勢エビ、アワビ、松阪牛など、食材の宝庫としても知られ、多彩な食を味わうことができます。古くから伊勢神宮への参拝客でにぎわい、おもてなしの精神が受け継がれる三重県は、全国屈指の観光地であり、2016年には伊勢志摩サミットが開催され、国内外から熱い視線を集めています。そんな魅力満載の三重県を楽しんでもらおうと発行されたのが、この三重食旅パスポート。県内外100カ所以上ある三重旅案内所で無料で発給してもらうことができます。さらに各地にある案内所でスタンプを集めると豪華賞品が当たる抽選に応募することも。集めた数に応じてプレゼントがグレードアップするのも魅力なんです。そのステッカーが貼ってあるお店や施設で三重食旅パスポートを見せると、施設独自の多彩なおもてなしを受けることができます。そんな三重県の魅力をレポートするのが、高井ゆりと神田里穂です。一生懸命リポートします。頑張ります。今回は三重食旅パスポートをともに、三重県を満喫できる一泊二日の素敵な旅プランをお届けします。まず最初は三重県の北西エリア。全国的に知られる長島スパーランド、花やイルミネーションで知られる菜花の里、景観を楽しむことができる御在所ロープウェイなどがあります。そんな中、2人がやってきたのは鈴鹿市にある虎屋松月。創業から50年以上、地元の方に愛され続けている老舗の和菓子店です。こちらは人気商品の上生菓子。うん、すっごい美味しい。上品な味。こちらは売れ筋商品の一つ、シナモン風味のどら焼き。そのお味は？美味しい。結構思ったよりシナモンの風味がふわっと。初めて食べました、シナモンの風味のどら焼きは。新しいです。1000円以上のお買い物の際、三重食旅パスポートを見せるとライダーもなかが一つもらえますよ。続いて向かった先は三重県の中心部である中南西エリア。中でも県庁所在地である津市はグルメスポット満載の街。津市丸の内にある東洋軒本店、こちらはブラックカレーで有名なお店です。全工程に1ヶ月という時間をかけて作られたこだわりの一品は、肉と野菜の旨味が凝縮。こちらでもおもてなしサービスが受けられますよ。そしてこちらはうなぎ料理を提供している新玉亭。おすすめはうなぎ特上丼。外はカリッと、中はふっくらとした食感に思わず笑みがこぼれること間違いなし。おもてなしサービスもお忘れなく。そして今津市で激アツなのがご当地グルメ。そんなご当地グルメを味わうことができるのが力士料理金鍋です。名物は元力士が作る特製のちゃんこ鍋。たっぷり野菜にこだわりスープが自慢の料理です。いっぱい食べれそうです。いっぱい食べてください。いっぱい食べて。このちゃんこ鍋は美容食、健康食、ヘルシー食で本当に大丈夫。いくら食べても大丈夫。ガンガン食べて消化がいいし。こちらが津市のご当地グルメ、津餃子です。大きいね。わ、すごい、中身もいっぱい詰まってます。うん、すごいジューシーね。ちゃんこのスープがね、練り込んであるんです。そうなんですか。美味しい。その進化版がこちら。そのリホちゃんが食べた津餃子と一緒？ちょっと違うんで。ちょっと違う。あ、な
い、で味がすごいしっかりしてて、うん、常に絶対食べたくなるような味ですね。ちゃんこ鍋を注文した方を対象に三重食旅パスポートを提示するとちゃんこ鍋の料金が 10% 値引きされますよ。今回2人が泊まるのは津市にある温泉旅館窓温泉涼風荘。早速着替えた2人が向かうのは涼風荘一押しの洞窟風呂。地下300メートルから湧き出る天然ミネラルたっぷりの温泉で体もリフレッシュ。お風呂から上がった2人が向かうのは涼風荘名物地底の楽園。こちらはかつて磨き砂を採掘していた本物の洞窟。ここでいただくことができるのは新鮮な海の幸や A5 ランクの松阪牛です。お肉食べたことないです、うん、ね、すぐ口の中でとろけちゃう。とろける、三重食旅パスポートを見せると日帰り入浴料金や日帰り食事料金、宿泊料金が値引きされますよ。翌日向かう先は三重県南部に位置する東紀州エリア。雄大な自然に恵まれた地として知られ、中でも世界遺産である熊野古道や見事な景観が広がる丸山千枚田などが有名です。また熊野灘の荒波が作った鬼ヶ城や獅子岩には多くの観光客が訪れています。やってきたのは熊野市有馬町にある花の岩屋神社。なんかすごい自然に囲まれた神社だ ね緑がいっぱい、鳥もいるね、すごい鳴いてるよね、さっきからチュン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 、かわいい。わあ、すごい、すごい、なんか一気に空間が変わったよ ね。花の岩屋は奈良時代に記された日本最初の歴史書日本書紀にも登場する由緒ある場所。日本最古とも言われる神社には毎年各地から多くの観光客が足を運んでいます。参拝後は花の岩屋神社すぐ隣にある有馬の村おつな茶屋へ。お土産物や食事ができる観光スポットです。雑貨や地元の特産品などが充実しています。こちらでは地域特産品の古代米を使用したみたらし団子がおすすめ。うん、もちもち、うん、結構柔らかい。なんかタレもさ、いい甘さっていうかさ、程よい甘さだよね。その他、おつな餅も人気商品の一つ。もちもちした食感の生地と絶妙な甘さのあんがベストマッチしています。お土産いっぱいあったよね、ここ。すごい種類あったね、うん、しかもなんかさ、作りもさ、綺麗さ、なんか、うん、癒されたみたらし団子またはおつな餅を合計3つ以上お買い上げの方は三重食旅パスポートを見せればみたらし団子1本もらえますよ。最後にやってきたのはみかんの販売や関連商品などを数多く取り揃えている杉本農園。いろいろな種類のみかんを試食できるのもポイントです。わあ、すごいみずみずしい。すごい、本当だ。なんかピカピカしてない、うん、いただきます。いただきます。うん、うん、うん、重っ。今までで食べた中で一番甘いかもしれない。びっくりする甘さ、うん、こちらは杉本農園の一押し商品。うん、うん、酸っぱい酸っぱい酸っぱい。あ、でも果汁 100% って感じするね、うん、
美容にも良さそうな、うんね、疲れも取れそう。三重食旅パスポートを見せると瓶ジュース500円以上の購入でジュース代金が 8% 値引きされますよ。ということで三重県を旅してきましたが、はい、いやすごい楽しかったね。楽しかったね。もう美味しいものたくさん食べたよね。しかもねいっぱいいろんなところにも行ってね、うん、お店の人に優しくしていただいて、うん、三重県の人のね温かさに触れました、ね、もう三重県が大好きになりました。そして三重県を旅するときには三重食旅パスポートを持っていくとすごいお得だっていうことが分かりました。皆さんもぜひこの三重食旅パスポートを持って魅力ある三重の旅に出かけてみてください。以上、高井ゆりと神田里穂がお届けしました。